ようこそ。響きちゃん、どうしたかな？どこ行っちゃったかな？響きちゃん、怒ってるね。どうしてかな？自分の痛いとこには簡単に手が届くでしょう。
出発を知らせる音だよ。ちっかー、正午にも聞こえるはずだよ。いけないんだよね。一個に、一個だけに、一個だけ。ナマステ。ネオちゃん、すでに板についてきたって感じだね。すごくいい感じ。そう？ありがとう、シンさん。今日は何する？これは学生ブランチ。ショウゴがオーダーしたことにすれば通るからね。これ？なになになに？面白いこと？教えろよ。トラブルなら俺に任せろよ。同じものだぞ。そうすか。俺は冷たい飲み物、オレンジジュースかな。はい、オレンジジュースね。マグロはもう少し会話術を磨いた方がいいな。女の子を喜ばせるならもっとスムーズに流暢なセリフが出てこないと。そんなことないっすよ。いつも喜んでもらってるっす。それは魚力に買い物に来るおばちゃんたち相手の話だろ。そんなもじもじした態度じゃ好きな女の子も誘えないぞ。あ、足立間大夫、
花火大会に誘うなんて、そんなこと俺は企んでないっす。頑張れよ。頑張る？何のことだか俺にはさっぱりっす。落ち着いてるっす。男は小さなことにいちいち動揺したりしないものっす。今度の土曜だからな。分かってるか？誘いたいならそろそろ声かけないと。そうかな、俺は年がら年中早いって感じがするな。でも日本の外に飛び出すと急に時間はゆっくり進み出すような気がするぞ。やっぱ花かな。そうだ、花だ。いや、それは当たり前すぎる。そうだよ。なんでかな、景色のせい。不思議だぞ、太陽まで違って見えるから。待ってるよ。当たり前のこと言うなって。だから不思議だって言ってるんだよ。でも普通は花だよな。花が嫌いな子なんてないだろうし。いや、普通じゃない。誰がかけるから。インパクト。マグロ、独り言は遠くでしろって。あ、なんかいたっすか。ああ、その日の太陽がその日限りのものである記載してくる。花だっていろんな種類があるわけだし。まあね。好きな花とかあるかな。そうだよな、そうだよな。そう、日はまた昇る。当たり前ってさ。やっぱ花かな。いいよ花で。店長に相談しよっと。あれ？なんだよ、翔吾。今日は恋の花咲く足利島大花火大会だろ。どうしたんだよ。誰かさんと行くんじゃなかったのか。こんちーす。なんか無理してない？まあいいけど。
今日は早じまいっす。なんか用事があるらしいよ。てっきり俺たちと一緒に花火大会行くんだと思ってたんだけどな。あーっと、俺も急用を思い出したっす。急用？マグロ、お前ってさっきから考えててその程度の言い訳しか思いつかないんだから。違うっす、マジ急用っす。はいはい、行っといで、頑張れよ。バーカ、最近のあいつ見てりゃわかんだろ。ラッキーじゃん。物事はポジティブに考えるべし。だってよ、シニカルなニヒリスト親父はいないし、どう考えても足を引っ張るだけのやたらフットワークの重いマグローもいない。ま、ナンパだろ、ナンパ。男が二人で夏の夜の海に出かけて行ってすることって他にあるか。俺は嫌だ。